清水翔太は日本のポップ、R&B シンガーソングライター。作詞作曲の他アレンジも自身で手掛ける。2008年2月、ホームでマスターシックスファンデーションよりメジャーデビュー。この楽曲はオリコン週間 CD、シングルチャートでは10代の男性歌手としては史上最高位である最高位5位を記録、ビルボードジャパンチャートの総合シングルチャート、 ジャパンホット100でも最高位3位を記録している。さらに日本レコード協会よりデジタルダウンロードではダブルプラチナ、CD パッケージでもゴールドの認定を受けている。3月、地元である大阪の大阪城公園でフリーライブを開催した。その後、清水は4月にリリースされたライフジェニングスの新作アルバム、ライフチェンジに日本版収録曲ミッドナイトトレインで参加。 6月、セカンドシングル、アイシテルをリリース。日本レコード協会よりデジタルでゴールドの認定を受けた。さらに9月には、Diggy on y u 10月には、マイトレジャーと2曲をシングルリリースした。11月、デビューアルバム、アンブレラをリリース。オリコン週間アルバムチャートにて、発売初週で2位を記録。日本レコード協会からは、 ゴールドアルバムに認定された。このアルバムは彼がこれまでの人生で聴いてきた音楽からの影響を強く受けた作品となっており、アルバムには R&B やソウル、ジャズ、ヒップホップ、ファンクといった複数の音楽ジャンルを持つ楽曲が収録されている。12月初の単独ワンマンライブをビルボードライブ大阪で開催。さらに3月からは デビューアルバムを引っ下げてのアルバムツアーを3都市で開催した。2009年4月、ブラックミュージックの祭典、スプリングルーブに出演。5月、加藤ミリアとのジョイントシングル、ラブフォーエバーを発表した。加藤と共に共作した、この楽曲は、清水のこれまでの楽曲とは異なる4つ打ち、アップテンポのダンス曲で、日本レコード協会からはダウンロードで、ダブルプラチナに認定され、 リアッチ有料音楽配信チャートでは最高位を記録する大ヒットとなった。7月、美しき日々よ、さよならはいつも側にの2曲からなる両英面シングルをリリース。11月、ダブル、おやすみのキスをグッドナイトマイラブに客演参加。12月にはフィフス、君が好きとアンブレラツアーの模様を収録した映像作品をリリース。君が好きは、 自身初の着歌フルウィークリー1位を記録。2010年2月、シックスシングルとして、清水翔太、加藤ミリア、フォーエバーラブをリリース。着歌150万ダウンロードの大ヒット。3月、セカンドアルバム、ジャーニーリリース。オリコン初登場ウィークリー1位を獲得。自身初の1位であるとともに、平成生まれソロシンガーとしても初のアルバムオリコン1位を。 記録。アルバムタイトル、ジャーニーには、聴いてくれる人たちの人生という度に、僕の音楽を連れて行ってほしいという思いが、込められている。7月、セブンスシングル、グッドバイリリース。カップリングには全米ナンバーワン、R&B シンガージョーとのデュエット曲、B.E.With You、デュエットウィズジョーを収録。動画曲は、ニューヨークで、レコーディングされた。8月、 配信限定シングル、サマータイムリリース。アレンジャーに、DJ、長谷部氏を迎えた。10月、エースシングル、君が暮らす街をリリース。12月、映像作品、ジャーニーツアー2010をリリース。2011年1月、ナインスシングル、You and I をリリース。ウォークマンプレイユー、君の知らない音プロジェクト CM ソングに起用された。3月、 サードアルバム、カラーズリリース。ファーストアルバムの荒削りな感覚、セカンドアルバムの洗練された感覚、それを経て、自由に作ることができたと本人は語っている。アルバムリリース直後に、東日本大震災が起こり、アーティストとして自分がどうするべきかずっと考えた結果、音楽を通して、心の深い部分にただ寄り添っていたいと制作した、ソングフォーユーをカップリングに収録した、 テンスシングル、ラブを6月にリリース。7月、加藤ミリアとの第3弾シングルになるコラボ曲、ビリーブを加藤ミリア、清水翔太名義でリリース。10月、イレブンスシングル、まだ終わらないをリリース。ニュージャックスウィングを取り入れたアップで元気な楽曲はライブでも定番となっている。11月、映像作品、カラーズツアー2011をリリース。 12月、エル t h シングル、冬が終わる前にをリリース。離れて会えない恋人たちに贈る、キラキラとした、ウィンターソング。メガボルトには、ソメヤ・ショータ、水沢・ナシが出演。2012年2月、ーキ t スシングルとして、小田和正とのコラボ曲、君さえいればをリリース。3月、ホースアルバム、ナチュラリーリリース。6月からは、 ナチュラリーツアー2012全国15カ所18公演開催ツアーファイナルは初の日本武道館公演での公演となった9月 HY のカバー366日をリリースし11月には初となるカバーアルバムメロディーをリリース尾崎豊フォーゲットミー・ノットのほか、井上陽水安全地帯夏の終わりのハーモニーでは 大橋拓也とのコラボが実現。2013年7月、15スシングル、ウーマンドントクライをリリース。2014年1月、16スシングル、ドリームをリリース。3月、5H アルバム、アンコールをリリース。隠れた名曲、夏の終わりなどが収録。11月、17スシングル、スノースマイルをリリース。メガボルトには、小松菜奈が出演。 2015年1月、前年に、客演参加した、スパイシーチョコレート、アイミスユーフ u ーチャリング i n 清水翔太の、アンサーソングとして、シングル、アイミスユー、u リフレインマイナスをリリース。2月には、自身初となる、ベストアルバム、オールシングルスベストをリリース。2015年7月には、ベストアルバム以前の音楽性から大きく変化を見せた、シングル、バイバイをリリースしたほか、 NHK 総合ドラマ10デザイナーベイビー早見刑事産休前の何事件マイナスの主題歌に起用されたシングル花束の代わりにメロディーをリリース2016年2月にシングルダメージをリリースし直後の3月にはシックスアルバムプラウドをリリース本作から大きく音楽性を転換しており清水のルーツである R&B ヒップホップなどのブラックミュージックの影響が色濃く出た作風となっている。以降、この方向性は2020年リリースのミニアルバム、ピリオドまで進化の一途をたどる。5月からは全国ツアーをスタート。10月には自身最大のストリーミングヒットとなったマイブーをリリース。同楽曲は若年層のカップルを中心に大ヒットし、2019年に発表された。 ラインミュージックローンチ以降最も再生された楽曲では2位にランクインしている。同年12月には日本武道館公演を収録した映像作品、清水翔太ライブツアー2016、プラウドをリリース。2017年2月にシングル、ファイアをリリース。同月、メジャーデビュー10周年を記念した東名阪ツアー、初太清水テンスメモリアル &B デイスペシャルライブを開催。 6月にはセブンスアルバムフライをリリースした。収録曲ドリッピンフィーチャリング・アイ・オー・ヤング・ジュジュでキャンディ・タウンの両名が客演参加したことも話題となった。アルバムリリース直後から全国ツアーをスタート。8月の日本武道館公演ではデビュー以来10年にわたってアウェーで戦い続けた思いを歌った東京を涙ながらにパフォーマンスした。 2018年1月に前年開催したツアーの模様を収めた映像作品、清水翔太ライブツアー2017フライをリリース。同月、自身の人生観を表現したシングルグッドライフをリリース。5月にはザ・プレミアム・モルツブランドによる2018年金曜日プロモーションザ・プレミアム・ミュージックキャンペーンの第一弾ソングにもなったシングル フライデーをリリース。6月にエスアルバム、ホワイトをリリースし、直後から全国ツアーを開催。8月に HY のトリビュートアルバムに、ソング4で参加したほか、11月には、リリ、フォーエバーフィーチャリング清水翔太で、楽曲提供、客演参加した。12月に、全国ツアーの日本武道館公演を収録した映像作品。 ショータ・シミズ・ライブツアー2018ホワイトをリリース2019年6月にエースアルバムホワイト以来1年ぶりとなるデジタルシングルソーリーをリリース8月にはデジタルシングルブリーズ・アゲーンをリリースハイスピードカメラで撮影されたメガボルトにはエグジットやアントニー青山・テルマ立花の修正など信仰の深い著名人が多数出演した9月からは 全国ツアー、翔太清水ライブツアー2019を開催。2020年2020年3月には、前年に開催したライブツアーのファイナルとなる、東京国際フォーラム公演の模様を収録した映像作品、翔太清水ライブツアー2019をリリース。さらに4月には、前作、ブリーザーゲインから約8ヶ月ぶりとなる、デジタルシングル、416をリリース。 オートチューンを使わず、初期を彷彿とさせる温かみのある楽曲で話題となった。また、6月には、タカと共に、リ、プロジェクトを指導。こんな時代だからこそ、同じ世代のアーティストが集まることで何かできないか。と話し合い立ち上げた企画で、二人の意思に賛同した、安倍真央、綾香エメケンタ、ニッシー、三浦大地が参加した楽曲。 もう一度のメガボルトを公開した。11月には自身初となるミニアルバムピリオドをリリース。リードトラックとしてプリンセスがミニアルバムから1週間先行で配信された。なお、ピリオドは2018年リリースのエースアルバムホワイト以降自身が思い描く音楽性と世の中が求める清水翔太らしい楽曲の ジレンマに苦しみ模索した2年間に区切りをつけ、まっさらな気持ちで、ナインスアルバムの制作に臨むという意味で、リリースされた作品だと、本人はインタビューで語っている。また、アルバムにおいて統一性を重視する清水にとって、ピリオドに収録された、ソーリー、ブリーズアゲイン、416といったバラエティ豊かな楽曲群を、フルアルバムに収録することができなかったことを、 曲たちに少し申し訳ないと、ホープ初回生産限定版収録 DVD のインタビューで語っている。コロナ禍の影響により、例年であれば、夏からスタートする全国ツアーの開催が見送られた一方、11月には、日本武道館でのワンマンライブを2デーズにわたって開催。ホームステイ期間中に SN、SNS 上で発表していた、ベリーツの歌などを披露したブロックのほか、 タカと生電話をする一幕もあった。2021年2月、クレイジーボーイ、オーニーオズワルドと共に客演参加。3月、前年の日本武道館公演の2日目を収録した映像作品、翔太清水武道館ライブ2020をリリース。4月には、レジーフィーチャリング XXX と題し、 プロアマを問わずナインスアルバム収録曲、レジーのコラボ相手を SNS 上で募集する企画を発表。自身のサビの歌唱が入ったデモトラックを公開し、SNS 上には数多くのチャレンジ動画が公開された。5月デジタルシングル、恋歌をリリース。自身も第3章の幕開けにふさわしいと語る、老廃な質感のトラックと、清水らしい。 伸びやかな歌声と切ない歌詞が同居した楽曲となった。6月、YouTube チャンネル TheFirst Take に出演。近年の清水の代表曲として、老若男女を問わずカバーされている、花束の代わりにメロディーを、当時の最新楽曲、恋歌の2曲を披露した。また、約3年ぶりとなる、ナインスアルバム、ホープのリリースを発表。エメ レジーフィーチャリング XXX を経て選ばれたアソボイズム、高ラカワとのコラボ曲が収録されることも発表された。7月7日、リ・プロジェクトを経て進行を深めていたタカとのコラボ曲、カーテン、コールフィーチャリングタカを先行配信。どんな立場の人でも必要とされ、輝く瞬間が必ずあるという強いメッセージ性を持った楽曲で、 アルバムに先駆けヒット。楽曲より先行して構想があったというメガボルトでは、清水、高野両者が交通整理員、清掃員に扮した演技シーンが大胆に採用された。同月21日、ナインスアルバム、ホープがリリース。清水が元来得意としていた高い歌唱力を生かした温かみのある音楽性に、 プラウド以降アレンジまで全てセルフプロデュースで行うようになったことで獲得したカッティングエッジなセンスが融合することでこれまで以上にアップデートされた形でのポップミュージックが表現された作品として高い評価を獲得。自身もセンスだけで作ったプラウド以降の3作とは違いどうやったらみんなが気に入ってくれるかという工夫を制作に取り入れることが楽しくなってきたと 各メディアのインタビューなどで語っている。ダニー・ハサウェイ、マービン・ウェイ、レイ・チャールズといったソウルシンガーのほかディアンジェロ、フランク・オーシャン、ノラ・ジョーンズといったアーティストからも影響を受けていると語っている。基本的には作詞、作曲、アレンジボーカルレコーディングまで全て本人のみで完結するセルフプロデュースの形をとっている。 クラウド以前は所属レコード会社の意見を大きく取り入れながらの制作を主としていたがベストアルバムの実績が振るわなかったことからアレンジまで含めて自身で全て行うようになった幼少期から母が営むカラオケ店で営業開始前によくカラオケをしていた歌手になった明確なきっかけはなく上記のような生活習慣の中で自然と将来歌手になると思うようになった 趣味はゲーム、釣り、ポーカー、ビリヤード。ゲームは、a p ペックス・レジェンズ、コール・オブ・デューティーシリーズなどの FPS ゲームのほか、クロノトリガーや、ファイナル・ファンタジーシリーズもプレイしている。ゲーム好きが講じて、2020年以降、ゲーム実況配信を頻繁に行うようになる。クロノトリガーの音楽に感銘を受け、清水の楽曲、風のようにでは、風の情景をサンプリングした。 もともと人見知りで社交的なタイプで音楽業界にも友人が多くなかったが、青山テルマと仲良くなったことをきっかけに徐々に交友関係を広げるようになった。2020年にオープンレックの公式チャンネル、清水翔太のゲームチャンネル及び YouTube 個人チャンネル、清水翔太のおうちから、 配信チャンネルを立ち上げ、主にエーペックスレジェンズの実況性配信を定期的に行っている。エーペックスレジェンズではシーズン9でマスターに到達。コラボ配信も積極的に行っており、ダイアンツダ、キジマアスカ、立花の修正、あたい新次郎らとコラボ配信を行っている。2021年8月4日の VCCAPEX に出場。ニル 真冬とパーティーを組み参加した。なお、同大会には、山田良介、井口治新荒井和樹、岡崎大育、拓磨元 E ガールズのレイラも出場した。高共通の知り合いの紹介で知り合い、2020年のリ・プロジェクトを機に、さらに関係性を深めた。プライベートでもよく遊ぶ。カーテンコールフィーチャリングタカをはじめナインスアルバム、ホープの制作は、 タカの存在が大きいと、ラジオなどで語っている。ケンタ、リ、プロジェクトをきっかけに、意き投合。タカを含めて3人で遊ぶことも多い。それぞれの誕生日には3人でお揃いのプレゼントを、送り合っている。青山テルマ同じ事務所に所属している親友。近い環境にいながらもデビューからしばらくは、交友がなかったが、 同じ大阪出身であることや青山の持ち前の気さくなキャラもあり意気投合。もともと人見知りがちであった清水を外交的にさせたきっかけとなった人物の一人。マネーフィーチャリングサル、青山テルマではコラボも実現。加藤ミリア同じ事務所に所属する、清水からは先輩にあたる存在。ユニット加藤ミリア、清水翔太名義では、ラブフォーエバーをはじめヒット曲を連発。 2014年リリース、ザ・ベストをもって、加藤ミリア、清水翔太名義の活動は終了した。エメ2020年、リ、プロジェクトを機に進行を持ち、プロローグフィーチャリングエメでコラボを果たす。猿青山テルマの紹介で、交友関係を持つ。マネーフィーチャリングサル、青山テルマ、アロンフィーチャリングサルで2度コラボを果たしている。TK に、 宮川大輔釣り仲間として、プライベートで一緒に釣りに出かけることもある。津田敦弘宮川大輔と同じく釣り仲間の一人。最近は、エーペックスレジェンズのコラボ実況配信をするなど、親交を深めている。他に明かしている、主な交友関係は、アントニー、リンダロウ、タクヤ、リューチェル、AK69 ケージュ、あよう。ありがとうございます。